悲しみ誘うミッドナイトこぼれる愛をちょうだい。セイナです。いつものことです。なんで。おはよう。はあ、ゾクゾクする。寂しい。これがフーチっぽいプレイの真髄なんやな。クソなんやな。よしこは。すっげー、あの坂をあっという間。生態強化ってこういうことなんだ。ほら、あの麓の池、あのそばの家に福のお母さんがいるんだよ。福のお母さん、和州さんって言ったよな。電池先輩一の人は大抵あったと思うんだけど、和州さんって人は見たことないな。よし、行けばささみちゃんかの池さんが教えてくれるだろう。さあ福、特急便で行くよ。変わってる、変わってるんだ。はあ、油断した。大丈夫かい。え、電池先輩久しぶり。相変わらずだね、セイナ君。おはようございます。よく眠れたかい。おかげさまで。もう少し休んでてもいいんだよ。昨夜は遅かったんだから。おばさまはお元気ですね。お久しぶりです、天地先輩。元気そうで何よりだよ。よーきちゃん、この前は助けてくれてありがとう。セイナ君が GP に来たってアイリさんから聞かされた時はびっくりしたよ。アイリさんって本当に先輩のおばあさんなんですか。そうだよ。なんか不思議ですね。あんなに若いのに本当のおばあちゃんだなんて。もう慣れたよ。それにおばあちゃんって言うと。おばあちゃん言わない。そういえば他の皆さんはお元気ですか。まあ元気というか元気すぎるというか。あ、ハクビワシュって方、天地先輩のお宅にいらっしゃいますよね。そうか、セイナ君は会ったことなかったんだっけ。あ、でもささみちゃんや野池さんは貝の村でよく買い物に来てたし、涼子さんは酒屋の行き帰り、愛香さんも何度か会いました。そういえば三星さんって方もささみちゃんから聞くだけで会ったことは。三星さんは GP の一級刑事だから
宇宙で仕事をしている関係で下の村へはあまり行かないんだ。ワシューちゃんは家の研究所にこもりっきりだし。そうだ、あの服をワシューさんに合わせてあげたいんですが、それに新型艦のお礼を言いたいし。そりゃまた律儀なこと。君は？ハクビワシューちゃんでーす。君がそうなの？宇宙一の天才科学者の。はーい、ワシューちゃんでーす。服のお母さん？うん。でもこんなに小さいのに。こうなったら信じる？え？なかなか順調のようだね。はいはい、お前ないの。お前は早く一人前にならなきゃいけないんだよ。言ってるそばからもうしょうがない子ね。病気までどうしたんだ二人とも。こうやって見てるとりょうちゃんはワシューさんの娘さんって感じですけど。ん？なんだ、知らないのかい？変身した。そうか、ささみちゃんがよく連れていた。日に日に技が多彩になるな。ローキー、一本だけならいいよ、福ちゃんにもね。なるほど、じゃあもしかして服も人型になれるんですか？その能力はあるよ。育て方次第では。だけどね。はあ、ごく普通に育ててくれりゃいいさ。あの子が必要だと思えば変わる。気楽にやっとくれよ。はあ。もっともやり方を間違えたらもう一人の娘みたいになっちまうから気をつけな。え？もう一人？セイナ君もよく知ってる人だよ。はあ。よう、ずいぶん熱心ね。さしずめ、将来のための予行演習ってところかな。お世話になってるお返しよ。あっちはその気十分みたいだけど。そうね、いらっしゃいませ。ささみちゃん。あ、せいなお兄ちゃん。久しぶり、元気そうだね。宇宙へ行ったって聞いて心配してたんだよ。ごめんね、心配かけて。今日はゆっくりしていけるの？うん、大丈夫だよ。やったー！そうだ、おやつ持ってきたんだよ。あ、でも量が足りないかも。この子が両輝の妹だよ。じゃあ、あの時のあの子？福ちゃんって言うんだって。そうなんだ、かわいい。両ちゃんのちっちゃい時にそっくり。福ちゃん、両ちゃん、ささみの作ったキャロットサンドだよ。はい、福ちゃん、両ちゃん。どう？おいしい？よかった。じゃあもっと食べて。足りなかったらまた作ってあげるからね。どうぞどうぞ。うまくやってけそうだね。天地様。あ、ノイキお姉ちゃん。セイナお兄ちゃんだよ。りょうちゃんの妹も一緒なの。こんにちは。こんにちは、セイナさん。お元気そうで何よりです。いらっしゃいませ。じゃあ、ささみちゃんって瀬戸様のお孫さん？ノイケお姉ちゃんは、おばあ様の養女、ささみのおば様なの。へぇ。大変でしょ？瀬戸様のお相手は。はぁ、まあ、いろいろと。おかげさまでこちらは助かっています。それ、うつつみ様からも言われました。あら、やっぱり。そうそう、セイナ殿。アイリ殿からも頼まれてたんだけど、後でパーソナルのチェックをさせてくれない？はぁ、構いませんが。荷物 OK だよ。では天地様は愛香さんと涼子さんを呼んできていただけますか？神社の方？わかった、
そうだ、セイナ君も行かない？ご利益があるかどうか怪しいけど、厄除けのお参りなんかどう？そうですね、宮司さんに会うのも久しぶりだし。じゃあ服は預かっとくよ。お願いします。先輩、自転車で行きません？俺ちょっとすごいんですよ。うん、さっきのダイビング見てるからね。ああ、じゃあ競争しない？俺もちょっと自信があるんだ。負けるか！セナ君、その先！え？ああ！やれやれ。ああ！あ！相変わらずじゃな、坊主。押さないで、危ないですから押さないでください、押さないでください、順番に並んで。お久しぶりです。うん、宇宙へ行っても相変わらずの災難ぶりだそうじゃな。まあその、あ、ん、どうした？今誰かに呼ばれたような。大丈夫？ここにはわしと天地しかおらんぞ。え、でも別の人の声が。ほう、そうか、聞こえるか。お前さんに話しかけているのは。王家の木。そうじゃ、お前さんに挨拶しておる。はじめまし、じゃなかった。よくここで遊んだし。ねえねえ、天地聞いとくれよ。あのね、あのね、愛花がね。うん。はい。お久しぶり。なんだなんだ、セイナじゃねえか。久しぶりだな、元気か。いや、悪い悪い。まさかそんなところにいるとは思わねえからよ。でもお前も悪いんだぜ、何も言わないから。そんなところにまさかいるとは思わねえじゃねえか。まあ今日は暑いし、水浴びしたい気持ちもわからなくはないけどな。キキちゃんのお姉さん。ええ、涼子さんがワシュさんの娘。え、でもちょっと待ってください。ということは、りょうこさん、りょうこさん、どこですの？りょうこさん、出てらっしゃい。やべ、もうりょうこちゃんたら掃除をサボってどこを突き歩いて。あら、あなたは。まあまあ、セイナさん、お久しぶりでございます。あ、お久しぶりです。あ、は、本当にお元気そうで何よりですわ。そうそう、瀬戸様からいろいろと伺ってますよ。どんなご活躍だとか。よしこはん、わしごっつ寂しかったで。キュンやキュン。ね、かわいいでしょ、この犬。犬やと？そうじゃ、お前さんも宇宙の秘密を知る人間。いいことを教えてやろう。古い言い伝えに邪悪な鬼を封印した武士がいたのを知っとるじゃろう。宮司さんに散々脅されましたから。ああ、実はの、その鬼を封印した若者は私でね。そしてあれが封印された鬼だ。うっせ。はあ、2年ちょい前に天地のやつが封印を解いちまってな。え、倉敷でドンパチやらかしたりして、そりゃもう大変。じゃあ、もしかして倉敷西高のガス爆破って。それ、あたし。え、先輩一消失と周辺の崩壊事件も。ありゃ、愛花だ。ついでに瀬戸大橋をぶっ壊したからな。瀬戸大橋は涼子さんの責任でしょ。お前がいきなり喧嘩を含めて。瀬戸大橋、謎の崩壊まで。そのことが原因でしょ。天使様、フェーナさん。ん、うん、他の娘たちにも厄除けのお参りに来るよう伝えておいてくれ。少しでもお前さんの災厄から逃れられるようにとな。俺の厄除けとかは。お前さんは筋金入りじゃからな。やるだけ無駄。もう、セイナ君。セイナ君大丈夫？セイナさん。これじゃからの。ようや
一段落つきましたわね。すごかったな。すごいって言えば、従来の王族の住む星に護衛が一人もいないなんてどうなってるの？護衛必要？アイカ様の従来第二世代戦艦竜王、ノイ家の第三世代艦強子、ササミ様の王家の騎士祖津波、涼子の海賊艦涼王旗、銀河一の天才プロフェッサー和州、ついでに倉光美星、幼少様の第一世代艦船穂もご健在ということですし、それに、それに、あ、いえ、天智様にも特別な力があるって聞いたものですから。お前だったらそんな星を襲うか、涼子。知っていれば絶対に近づきませんわ。でも監視は必要じゃない？そうか、それでタラントのやつ。タラント？タラントがどうかした？詳しくは知らないのですが、多分セーナ様のご家族を人質にしようとしたんだと思います。それで？怪我をしたのを見たし、それらしい話を会議の時に聞いたから。発見されて帰り討ちにあったのね。銀河中相手に戦争ができるって戦力相手じゃ当然ね。本当に申し訳ありませんでした。いいんです、いつものことだし。それに生体強化してるから怪我もしてないし。ほんとひでえよな、愛花って。涼子、お食事の前にお風呂へどうぞ。着替えを用意いたしますから。いえ、そんな、すぐ帰りますし。急がないんだろ、久しぶりなんだからいいじゃない。はあ、よっしゃ、じゃあ行こう行こう。え、ちょっと行くって。すごいお風呂ですね。いつの間にこんなものを？外から見えないからね。2年ぐらい前かな。へえ、入り口、女と天地ってのれん。まあ、うちには男は俺だけだからね。前から聞きたかったんですが、おじさんは倉敷にいるんですよね？ジムのレイヤーさんと再婚してね、新しい家で暮らしてるよ。宮司のじっちゃんは社務所に住んでる。そうね。天智先輩、ここには男の人は他にいないんですね？もうほー。ところで愛理さんに聞いたんだけど、セイナ君、キリコさんと暮らしてるんだって？他にも天音さんや元海賊の人とかさ。俺は別に、そういうことじゃ。大変だろう。はあ、よくわかるよ。いや、セイナ、背中流してやろうか。うわぁ！涼子、いきなりはやめろって。驚いた？お前最近ワッシュさんに似てきたぞ。え？ほら、戻って戻って。へぇ。緊張しないで楽にね。はい。さてと、ポチッとな。こりゃすごいわ。何なんです？セイナ殿のパーソナルでシミュレーションをね、アイリ殿からもらったデータとの検証をしようと思ったんだけど、見事なおとりっぷりだわ。多分従来で領域と遭遇したのもひょっとして。ひょっとして海賊艦だったからじゃないかな。引っ張られたんだよ、セイナ殿に。ねえねえ、今日は人数が多くなりそうだからお鍋にするね。材料の仕込みは終わりましたから、仕上げをお願いします、天智様。わかった、任せてよ。何か手伝いましょうか？鍋の時は黙って見てりゃいいのよ。はあ。まったくあなたという人は。だからこうやってとっておきの作業だな。セイナさんは未成年です。もうちょっと、涼子さん聞いて。何の音だ？よし。じゃあご飯をよそいますね。遅いですね。いろいろと積もる話もあるんでしょ？そ
うそう、こっちものんびりしようよ。でもそういう時に限って急ぎの用途が入るのね。どうした？ギャラクシーポリス本部からの帰還命令よ。私たちに命令が来るなんて、近くで何かあったんでしょうか？命令が第一級優先事項になってるわ。急ぎましょう。よし、ちょうどいい頃合いだ。うわー、鶏肉だ、久しぶり。そんじゃ、肉肉。ちょっとお待ちなさい。早い者勝ちよ。静かに。それでは、いただきます。ギャラクちゃん、キリコさん、お久しぶりです、皆様。緊急にて失礼いたします。あ、甘ね。よう、みほし。甘ね、久しぶり。急いでるんだから邪魔しないの。痛いの。ほら、せいなちゃん、急いで。え、でもまだ鶏肉。緊急招集なんだよ。ほら、行くぞ。あ、俺の鶏肉。しっかりね、頑張るんだよ。またいつでも遊びにおいで。では、失礼いたします。あー、俺の鶏肉。頑張れよ、セイナ君。シャトル収容確認、発進準備完了。航路クリア。エンジン臨界と同時に超空間航行に入ります。ちっぽいプレイヤーのうて、ただの犬扱いやなんて、ワイの純情は。俺の鶏肉。返せ、ワイの。鶏肉、俺の。ワイの。俺の。ワイの。ワイの鶏肉を返せって、鶏肉ってなんでやねん。海賊艦隊の砲が届いた。その名も幸運艦隊。この追撃指令を受けたのはいいけど、もしかして目の前に出てきたのがそう。次回、天地無用 GXP 幸運をつかむ人々。悲しみさそう見えないこぼれる愛をちょうだい。I'm not afraid to die.
前方に GP 艦を襲撃している海賊艦隊を確認。距離1400、例の航空艦隊に間違いありません。捕獲の必要はない。すべて破壊しろ。全艦最大船速。GP 艦を放棄。各国に撤退を始めました。砲撃開始。そんなエネルギー波が弾かれるなんて。25番艦に被弾、大破です。砲撃中止。航空艦隊ジャンプ体制に逃げます。マニアック、すぐさま予想航路を算出。安全中域に達しました。逃げ切れた模様です。当たり前よ、俺たちは幸運だからな。しかし先ほどのこちらのエネルギー波を弾いたあれは何だったのでしょう。敵の新兵撃破された GP 艦の積み荷は KZM のインゴット。炉心内部や砲塔内部のメッキに使われるあれですか。破片に混じってそんなものが浮遊しているところでビーム兵器を使用したら、なんて運のいい。やれやれ、まんまと逃げられたってわけね。向こうさんもこんな気分にさせられてたってことかな。せいな君に。はあ、数ヶ月前より地雷領中内に謎の海賊艦による被害報告が張り出したの。立て続けに、それも極ヒリコースを使った重要品輸送船だけが被害に遭ってるわ。 GP にも協力を頼んでいるけど、捉えるどころか遭遇することすらできないの。従来の情報機関を総動員して分かったのは、その艦隊が幸運艦隊と呼ばれていることだけ。幸運艦隊？冗談みたいな名前ね。やっとのことで、数時間前に瀬戸様の御鏡が目標を捕捉することに成功しましたが。ではもう解決したのですか。まさか。一撃も与えられず逃げられちゃったの。そんな、王家の船と遭遇するなんて海賊にとっては死を意味することなのに。まさに幸運艦隊ってわけか。それで私たちに追撃を。休暇中のところを申し訳ないのですが、よろしくお願いします。了解しました。期待しています。では後ほど。 GP の船幽霊ローレライセーナの悪運対幸運か。努力って何？根性っていらんのか？なんか不満。お兄ちゃん。え？そんな不安がってるお兄ちゃんなんて嫌。お兄ちゃんには笑顔が一番なの。お兄ちゃんのためならみんな。ねえじちゃん。何か光ってるよ。え？まさかもう？くすべ。坊主、今キュンとなっとったやろ。キュンと。幸運艦隊か。質量パターンとエネルギー波形からして間違いない。いきなりかいって、さすがローレライセーナ、あまりの安易さに緊張感ないないだな。ほっといてください。陣地を超えた戦いが始まるんですね。空間迷彩を張り戦闘準備。了解。っていつまで笑ったんじゃわしは。まあとにかく我が幸運艦隊は無敵。王家の艦隊すら相手にならんかったのだからの。相当幸運グッズの大量生産も順調に進んでおります。よし、いいぞ。我がダルマ海賊艦全てを幸運艦にするのだ。ご報告があります。どんな幸運ニュースだ。その幸運艦隊が遭遇しちゃったようです。いや、山田聖奈に。なんだと。ほら、無駄な会話はするなよ。ああ、すまんな。いい加減牢獄生活もマンネリしてきてしまったからな。こういう差し入れは助かる。しかし一体誰からだ。私を思い気遣い、切なくてたまらず天音が私に。おお、元気にしてたか。
父さんも母さんも無駄に元気だぞ。これはこれは、父上もご双肩で何より。ところで父上、私の釈放は一体いつ頃に？聞けーぜー。この度我が社メディチとダルマギルドとの間に商取引が成立した。え、幸運グッズを作るとかで小さなお守りから制服パジャマに至るまで我が社が取り仕切ることとなった。これもお前が人質になってくれたおかげだ。おお、それはおめでとうございます。ダルマギルド全ての服飾関係品となれば天南財閥年商の 20% の規模。そうだ、銀河系全域を我が社の製品で埋め尽くすことも夢ではないな。そこでだ、お前にはそのままダルマーに残っていろいろな手伝いをしてほしいな。お断りします。なんだと。父上、私は GP の栄えある一員です。海賊の片棒を担ぐなど。清涼、よく聞きなさい。ダルマーはお、と、く、い、さまなのだぞ。ガーン。お、お得意様。そうだ、お得意様だ。お、お得意様では仕方ありませんな。うん、お客様は神様です。わかりました。この整理命に変えてお客様に満足していただくよう粉骨最新務めさせていただきますぞ。商売根性の遺伝か。さすがセーナ殿、あっさりやっつけちゃうなんて。いや、あっぱれあっぱれ。 いや、そんな。おかげで留意も下がってほんとすっきり。解決してよかったですね。こら、せっかくの休暇を返上して頑張ったにご褒美はないんかい。パウハムムンのセンターやが関係があってよろしいんちゃうか。お前が何したっちゅうの。アホポン、ワイはダンサーのアシスタント AI や。ダンサーの手柄はワイの手柄や。ご褒美もごてなんで悪いねん。ウハウハ出せや。ムンムン横さんかい。フクちゃんゴー。はあ、あおー、やめ、冷たてんといて。あー、冷たー。申し訳ありませんでした。うちのバカ AI が失礼を。いいのよ。あ、そうだ、今回のご褒美といってはなんだけど、そこの中域近くに保養施設があるから招待しましょう。貸し切りで。え、保養招待貸し切り。おやすみおやすみ。やにゃー。ハウハはあるねん。か、艦隊は全滅しました。しかし乗組員のほとんどは無事に帰還しております。やはりあの船の完成を急がねばならん。基本設計は完了しております。残りは希少幸運グッズの収集と人選かと。山田聖奈を超えるのだ。何人集めようとも究極の幸運を作り上げろ。しかしもうダルマーには。ならば海賊以外の人間から探せ。どこへ連れて行く。便所は間に合ってるぞ。うるさい。どうした。ここは貴様のような女に捕まる間抜けの来るところではない。相手にするな。ボロ雑巾だな。まるで何弱い者いじめと騙し討ちしかできないクズにはお似合いの格好だ。貴様殺されたようだな。やめないか。よい、やらせよ。わかりました。ダルマは最強艦の椅子、どちらがふさわしいか。うわあ、な、なに。てやあ。言っただろ、弱い者いじめと騙し討ちしかできないクズに私を倒すことはできん。やったのか。安心しろ、ミネウス。ミネってどこだ。ああ、入ってくるがいい。
そこは栄光へと続く道だ。かっこいいぞ、私。手加減なしだろうな、あの人ったら。いや無理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 、せめて勝負はじゃんけんで。清涼が OK ならじゃんけんでも構わんぞ。よっしゃ、じゃんけんなら勝てるかも。手加減しないで。ジョンケンファー。結末だが、これで決まりのようだな。皆も異存あるまい。お金、金金金、金金。そこに幸運館製作の資金を用意した。好きに使うがよい。おっしゃ、すげえ使うです。ちょっちょ、あんたに期待してたんだが。おりゃ、私の館長就任お祝いだ。飲め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 、食え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 。吐くまで飲め、飲むまで吐け。金はいくらでもあるぞよ。さあさあ、館長、この度は副官に選んでいただきありがとうございます。俺たちは3人で1人前じゃないか。って、おい清涼、ほらこっち来い。はい。なんだ、すまないがタバコ買ってきてくれ。ほら、お釣りをおだちに取っておきたまえ。お釣りはおだちん、お釣りはの。あ、飲めや歌えで一週間。いやー、館長太っ腹。こんなに飲み続けていいんすか。なーに気にするな、金ならいくらでも。なな、いや、なに、私に館長。はい、やはり僕らなんかより館長にふさわしいのは清涼様ではないかと。お願いします。そうか、そこまで言われたのなら断れんな。この天南清涼、館長の座任されよう。助かった。で、ダルマー様からいただいた軍資金は。モロギ君、これでどうしろというのだ。いや、僕らもう館長じゃねえし。清涼様のご実家は有数の財閥でもって、ポケットマネーかなんかでちょちょっと。お願いしまーす。バカ者、私のポケットにあるのはこれだけだ。自動判定の宝くじか。こんなもんで私にどうしろと。大当たり大当たり、何より大金大当たり。当たってる。館長譲るのやめ。部下のものは館長のもの。よっしゃ、宴会だ。バカが、お前らには任せられん。さて、どうする。知れたこと。館の製作費はなんとかなった。次は希少幸運グッズの収集だ。最近の通販はバカにならない。宇宙中の幸運グッズがお便り一通でホラーを追ってもらう。通販で買える怪しげな幸運グッズは全て手に入れた。資金も底をついた。だが
とご利益のある幸運グッズを現地調達するのだ。幻の雪男、ビバゴンの牙を探し当てねば。って、おい、レンザ、ここへ死ぬぞ。寝るなって言ってんだろ、ボケが。しまった。大切な部下を3人も失ってしまった。私は艦長失格だ。ありがとう、もう背中はいいわ。はあ、今度は前の方に塗ってもらおうかな。オイル、へい、喜んで。塗りますー、もうペットンペットン塗らせてもらいます。ちなみにこの顔は山田聖だ。セナ、今度は私が。って、何？どうしたん？あ、こりゃ参ったな。ダッシュ！あ、セナちゃんが！アマネさん、早くそれしまって！それってなんだよ、それって。お前に助けられて、早何年になるかな。バカを、ピンクの玉。わかっているさ。お前といる時が私も一番幸せだ。しかし、ゲロブーちゃん、アロマテラピー。話せ、私にはやらねばならんことが。父もテピー、父もテピー。言うな、私だって辛いの。ビバゴン。はい、ラブラブですか。お客さん、そろそろやめた方が。って言いたいのかい、マスター。俺はダメな男で。こら、おめがワイの女の宝石、コーンの鼻ピアスを狙ってるって野郎は。くの。わあ、ヨーコさん綺麗だな。お兄ちゃんは焼くのとお刺身どっちが好き？いや、人魚は。どう！伝説の白い像を見つける前にこんなところで。ああ、見込まないでください。お前たち、生きていたのか。艦長、助けてください。って無理ですね。うわあ！さあ、教えてくれ、セニオール。西部の秘宝、ウエスタンルビーがあるという谷を。待ってくれ、私はただ。うるさいな、寝れないじゃん。お前ら、黄金のダルマを、黄金のダルマを。行きますわよ、雷サーブ。ずっとこのままでいられたらいいわね。はい。まだ、巨大サソリが守っているというピンクオパールを追ってきた。ブラックホールにあると言われる幻の…って、うおぉ！私の幸運が！ここは…私の資質だ。部下が漂流中のお前を拾ってきた。そうか。ずいぶん長い旅だったな。しかし、私は何一つ幸運を掴んでいない。こんな私は…この壺は…それは戦場で拾ったものだが。おお、幸運メーターが。何？まさかこの壺は最大の幸運を呼ぶと言われているシアワーセの壺。なんだそりゃ。安易な結末だが、これで時は来た。よくやったぞ、天南星稜。はっ、ありがとうございます。これでダルマーも安泰。憎き山田聖奈をケッチョンケッチョンにしてみせましょう。頼もしい限りだ。よし、最強幸運艦発進。艦長、エンジンが止まってしまいました。何？艦長、右舷より GPA の戦闘艦隊が。何？
エンジンが始動しなければ戦うことも逃げることもできません。何？うわー！もうダメだ。艦長、未確認巨大建造物が戦闘態勢を。いや、よく見ろ。あんなおめでたいものに攻撃などできるか。何ですかね、お祭りに使う出汁ですか。わからんが、おめでたい。お賽銭を投げておけ。了解。 GP 艦隊、本艦より離れていきます。さらに小銭を。ああ、500円玉も。バカだ、確かに運がいいか。見たか、最強の幸運艦の実力を。この船なら山田聖奈など恐るに足りん。エンジン動かないんですよ。私はテンナ。先生、え、幸運館の館長に就任。ああ、そうですか。そんな折、天音さんのお母さんが再び GP にやってきて、天音さんにモデルを頼みたいと言ってきた。次回、天地無用 GXP ショー。